半霊岩、新生岩のコプフズ級、石 A、A、アルカリ長石、P、社長石、F、純長石、半霊岩は、新生岩の一種。火山岩の玄武岩に対応。有色鉱物の核線石や軌石を多く含み、岩石全体が黒っぽい。磁鉄鉱なども含んでいることがある。半霊岩等の無色鉱物は、ほとんどが、社長石で、 アルカリ調石や石英をほとんど含まない。戦力岩との区別は、社長石の肺調石成分の割合による。アルカリ調石が含まれるようになると、モンゾハンレーガ岩、石英が含まれるようになると、石英ハンレーガ岩、アルカリ調石と石英の両方を含むと、石英モンゾハンレーガ岩となる。漢字が非常に難しいため、判例岩あるいはワンレーガ岩。 ハンレー霊岩と書かれることの方が多い。イタリアの工芸家が呼んでいた、石材名ガブロに由来するが、はじめはジャモン岩や奇跡からなる特殊な日なーワに使われていた。これを岩石名としたのは1810年、フォンブッフで、はじめはジャモン岩や奇跡からなる特殊な日なーワの名であったが、後になって今日のような意味で使われるようになった。ハンレー霊岩という難しい訳語を作ったのは、 古藤文次郎。例は、黒米玄米のことで、粒状で、黒い斑点のある石という意味らしい。明治初期にはまた、被白石、かすり石の訳も行われたが、これはかすり、模様という意味で付けられた名前である。どちらも、白い社長石と黒い軌石が白黒の斑点に見える、ことを意味する。ありがとうございます。